はい、皆さん、ステラジは山城と申します。スターステールプレゼンツ、なんだったっけ、レディオプログラムでしたっけ、ステラジですね。久しぶりにね、ちょっとステラジという形でね、今回は放送の方させていただきたいと思います。映像なしでね、ちょっと申し訳ないところなんですけどね、っていうのもね、まあこれね、ちょっと理由がございまして、まあ、まあ後々ね、フリートークのところでね、今回も多分もうフリートークオンリーみたいな形にはなると思うんですけど、ちょっと喋っておこうと思います。まあ多分もしかしたら今後またちょっとラジオに戻すってことはないと思うんですけどね、ちょっと諸事情ございましてね、ライブ放送がねどうしてもできねえなということなもんで、ちょっとここのところにライブ放送の飛ばし続きになっておったんで、ちょっともう今日はね分かっておるんで、今日ね前日、これ放送が12日の放送だと思うんですけど、11日にね、もう前もってね撮っておこうという感じでねやってますんで、ちゃちゃっと、編集してねあげたいと思いますんでね、またお楽しみいただければと思います。ということでね、早速ね今回の放送もね撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラム、ステラジ。この番組はゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステールプレゼンツ、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。はい、改めましてこんばんは、山城と申します。ステラジは慣れてない、久しぶりにやるとダメですね。さあ、ということでね、まあ最近ね、ちょっと生ステの方もね、なかなか放送ができてなくてね、っていうところだったんですけど、まあちょっとね、いろいろとのトラブル続きやら、いろいろとありましてね、まあこれトラブルがね、まあ、表だってね、有名なところだとね、まあ仕事関連のね、ところでね、まあ結構大きい報道がいろいろとありました兼ね合いで、結構仕事が、ちょっとドタバタと、しておりましたよと、本業の方がね、しておりましたよっていうのが、ありましたというところです。まあそこがね、6割ぐらいかな、全体で言うと6割ぐらい占めとって、まあ全体的にずっとドタバタを、しておって、っていうところがあったんですけど、まあそれに加えてね、ちょっとね、4割、あと4要素ぐらいで足りるのかな、1割ずつぐらいで足りるのかな、6割も占めてないかもしれないな、もうちょっと他の要因が大きい気もしてきたな、ということで、ちょっといろいろとあったんでね、近況報告かてらね、ちょっとラジオ放送という形でね、フリートークでね、ここのところでね、しましていこうと思います。どっから言ってたらいいんだろう、ちょっとね、今日まとめてねえんだよな。まず今日放送できない理由ですね。本当はね、今日ね、実は、当初の予定ではね、当初の予定では普通にね、動画の収録とか編集してね、アップロードしようかなっていうふうに思ってたんですよ。で、ちょっと予定が入る、予定が、可能性があったもんで、土曜日の夜からですね、ちょっと土曜日か、予定が入るかな、夕方ぐらいから予定が入るかなという予定だったんですけど、ちょっとね、その予定が実はね、雨でね、ちょっと飛びましたもんで、さてと、というところでなったわけですね。で、これはね、ちょっと予告がてらにもなるんですけど、今回、日曜日にじゃあどうしてね、そのライブ放送ができるのかというと、収録をしますっていうことです。で、本当は収録をするんですけど、この収録模様をもうライブ放送しようと思ってたんですよ。まあ、もう簡単に言うと、昔、24時間耐久プチプチっていう動画が上がってたと思うんですけど、あれのね、ああいう感じのちょっと24時間耐久企画をね、ちょっと思いついたもんで、で、思いついたはいいんですけど、やるならもう1ヶ月以内にやらないといけないなっていうネタだったんですよね。まあ、簡単に言うと、ニコ動の方を使ったネタです。ニコ動さんに今動画投稿を本格的に再開したんですけど、底辺 YouTuber が、もうこれ予告がてらに言っときますね。底辺 YouTuber が、ニコ動にね、本系動画投稿したら1日で何本投稿できるのかっていう動画を、作ります。で、これを生放送でやろうと思ったんですよ。24時間ね、延々と動画投稿する模様をね、ライブ放送でお届けしようじゃないか。しかもニコ動に投稿している模様をライブ放送で届けようっていうね、企画案だったんですよ。でね、それに向けてちょっと準備をしておって、で、計算してみたら、今週しかなかったんですよね。やれるとしたら今週の日曜日しか残ってなかったんですよ。っていうのを、結局これ24時間やるってことは、これ24時までやるっていうことなんで、物理的にその、次の日の朝がね、4時起きとかの時にやると、まあちょっとしんどいじゃないですか。
12時に終わってね、そこから総額課長を入れて閉めてとかって言ったらね、多分1時間はね、どうしてもね、時間はかかると思いますから、そうするとね、3時間で、24時間ね、フル配信をやった後にね、3時間睡眠でね、仕事に行くっていうのはね、ちょっとあまりにも無謀なんで、それはできねえなってことで、そうするとね、ちょうどね、今週が夜勤に入る週なんですね、次の週が。その兼ね合いで夜ね、ちょっと遅寝できますよと、いうことなんで、あれで、その次ってなると翌々週ぐらいになるのかな。ただね、その翌々週も、まだね、不安定じゃないですか。結構いろいろ報道でね、出てるところで、半導体のね、やとかちょっと不安定だとかで出てますね。なんかちょっと、そのあたりもね、結構情報が錯綜してるんでね。まあ言うて私ね、下っ端の人間なんでね、中の情報なんて全然入ってこないわけでございまして、基本的には報道ベースで知るという、形になりますんでね。そうするとね、まあ結構、先が読めんぞということで、まあ多分もしかしたら下手すらこの1ヶ月でこの夜勤週でね、この、ちょっと夜遅くね、しっかりと撮りますよって確定してるできるのがないんじゃないかということでね、ここしかないなと。で、あまり時が経ちすぎると、まあ今回ちょっとね、そのニコ動の動画投稿といって段を投稿できるかできるかって言ってますけど、これ要は弾数持ってるからできるネタなんですよね。要は動画を編集、ね、収録してアップロードっていうと、1日30本っていう記録を昔持ってますけど、2分でわかる、郵便解説動画っていうのをね、延々と撮り続けるっていうパターンとかね、あとちょっと雑談動画を撮ったりして、30本ね、動画の収録をして編集をしてアップロードするっていうことをやったことはありましたけど、昔にね、ありましたけど、それとは違ってね、まあ、今回の場合動画の投稿を続けていくわけなんですけど、まだね、詳細はそのニコ動の投稿をしてみたっていう動画の方で、話すと思うんですけどね、どうしてもね、これね、動画の玉がないとね、これ本数、数稼ぐことができないんですよ。で、そのためには今だと昔からのね、この YouTube にアップロードしていた1000本近くのね、1000発分の玉が残ってるんで、今だったらね、もうマシンガンでね、無限にね、撃ち続けることができるわけでございます。1000発あったら多分、1日ね、10分ね、投稿するのにかかったとしても、ずっとできるでしょということなんですよ。複数同時投稿ができないんでね、ニコ動は。そこら辺がヒントになります。他にもちょっと細かい仕様の違いがあって、YouTube だったら、やろうと思ったら1000本の動画をアップロード、あ、無理か。1日の上限が多分50か80。メインチャンネルだったら多分今100ぐらい枠があるんですよ。これね、チャンネルによって違うんですわ。サブチャンネルの方だと30ぐらいでね、頭打ちになったりとかあったりするんで、ちょっとチャンネルとかその投稿頻度、再生数とかによって変わってくるみたいなんですけど、メインチャンネルだったら今100ぐらい上げるかな、50は上げれるかな、余裕で上げれるのかなっていうぐらいなんですよね。なんでその分ね、延々と打ち続ければね、できる、わけなんで、まあ簡単に言えば、前日のうちにね、50本動画用意しておいてね、ピュッと開けたらね、50本動画投稿できましたっていうのができちゃうわけなんですよ。それがね、ちょっと、ニコ動さんの方ができないと。玉がそもそも、ですから、保留、玉保留が、10までしかないと思ってくれたりです。YouTube は、1日の投稿できるのは、その50とかまでだったりするんですけど、これも、一気に15本同時に投稿できますからね。ちなみに実はこの投稿数が一番多いのって Facebook で同時に50本動画投稿できるんで、実はすごいんですけど、Facebook って。だから Facebook に関しては、一応ね、こっちでアップロードした動画ちょっと上げてるんですけど、まあもう全部ゼロなんで、全然、ビタの1再生も入らないというね、いうような状況なんで、まあ合ってないような感じなんですけどね。で、そんなことは置いといて、結局そのニコ動さんであげようと思うと、もうね、ずっとパソコンに貼り付くしかないんですわ。結論、数をどれだけ上げようかと思うと、10本までだったらそのできるんですけど、10本じゃちょっとシャバいじゃないですか。試しに先週ちょっと試してみたんですよね。先週やったら、先週どれぐらいできるかなと思ってやったら、まあ、そこまで力入れてね、夜もそんな最後までとかやってないんですけど、それで、15分刻みで動画を投稿しておいたらどうなるかなっていうのでずーっとやっとって、15分スパンで休んでね、10分投稿、5分休憩、10分投稿、5分休憩を延々繰り返すっていうのをやってみたら、朝ちょっと休んどったね、撮ったっていうのもあるんですけど、37本だったかな、投稿できたんですよね。
で、ニコ動の場合は、YouTube ってまあ1日 3本ぐらいがいいですよって言われてるので、その4本目以降はその通知が来ないよとか、そういった仕様があるんですけど、ニコ動に関しては実はそこがないんですよ。なんで、投稿したら投稿した分だけ、まあ、通知というか、もともとその、投稿、新規投稿順に、動画が並んで出てきたりするとかっていうような仕様にできるので、そのあたりがその、基本的にその、動画の時系列に並べるというのができない YouTube 検索とは違うんですよね。なんで変な話、無限に数打つっていうのも、それでずっと新しい動画が上に上がり続けるんで、実は効果がないわけではないということなんですよね。そのあたりを狙ってね、そういうのを企画をね、ちょっと考えてたんですよ。まあそのあたり、ニコ動に関しては、もともとずっとやってましたからね。ただ、変わった仕様が変わったところをいろいろと覚えるってだけですね。ニコルとか、いいねとか、あのあたり、あと、ギフトとか、そのあたりが増えてるんでね。なんで、あのあたりとか活用したら多分本当に、手っ取り早く本当にちょっとお小遣い稼ぎがするっていうレベルやったら本当にニコ動さん早いですね。もう収益化は実は完了してまして、実はこの6月の、末のところでまとまったポイントが、入ってくる予定が出てますね。まだちょっとね、途中のところなんでね、全然数としては、数十円単位とかっていうような話で出てますけど、でも数十円入ってくるってのは大きいですよね。ゼロとは全然違いますからね。ちょっと正直、ちょっと楽しみにしてるところはあります。まあ、それ以前に、その今月の、給与明細が本当怖くて怖いんですけど、まあ、そんなことを置いといてもね、そういうような感じで楽しみにしてますよというところなんですね。で、そんな中でね、今ちょっと実は、なんでラジオでやってるのか、動画でね、じゃあもう撮ればいいじゃんと思うかもしれませんけど、実はね、今ね、裏でね、カチカチとね、ダウンロードの準備とか、そんな手とか進めてるもんでね、っていう感じでね、結構ちょっと無言になってしまう時間が多いんでね、ちょっと作業しながらなんですけど、私結構ね、作業しながら喋るっていうのが本当に下手なんでね、どうしたもんかなっていうところとかあったりするんですけど、だから結構ニコ生もですけど、正直 YouTube のライブ放送とかもあんまし多分伸びやんだろうなと思ってるんです。並行作業というかできないとあれできないですかね。その一人でね、やってる分にはね、裏でディレクターさんがとかがいる場合にはね、その、一点でね、その演者だけにね、特化してやってしまえばいいっていうのがありますけど、うちの場合はね、もう全部一人でオールインワンでやってますからね、結構そのあたりがね、苦手分野にはなってるんですよね。で、なんだったっけ、そう、企画をやるというのは、その24時間配信をやろうとしたんですよね。実はこれを24時間ライブ配信しながら、ライブでね、お届けしようと思ってたんですけど、まあ、もともともない問題が起きまして、まあ、簡単に言うと、ずっとアップロードするので、それで回線使うんですよ。で、ライブ放送もライブ放送で、ずっとサーバーとつなぎっぱなしになるんで、回線使うじゃないですか。試しにちょっと一回やってみたんですね。簡単に落ちました。非公開でね、ライブでテスト配信を実はね、試しにやってみたんですけど、まあ、ものの見事につながらないと、ライブ配信が。完全に、くるくるドーナツが出ちゃいますよと。いうことなんで、これはもうどうしようもねえな。で、はい、動画のアップロードもそれで回線が詰まっちゃって、動画のアップロードもできなくなるんで、動画の投稿本数に、ね、影響を与えちゃいますんでね、今回はね、何本できるかっていう方が大事なんで、そこのところはね、実際に、ね、時計とかね、置きながらね、ぼちぼちとね、やっていきたいなと思ってます。まあ、そこは、パソコンの画面でわかると思いますんで、ね、それでいこうと思いますけどね。っていう感じかなということでございます。で、すみません。それがで24時間、もう24時まで、撮るのが確定してますんで、今回ちょっと無理だなということで、このラジオ放送でちょっと代行させていただいております。まあ、近況はですね、まあずっと仕事して、まあ何やかんやと、ありがたいことに緊急でね、仕事が入ったりしてたんで、その仕事に行かせていただくことができましたんで、まあなんとかね、その当初の、計算、とそんなに狂わずにね、お仕事できることができました。なんでまあ絶望的な、金額にはならないんじゃないかなと
というところですね。あの次の月ですね、6月分の給料が入るときはね、今回この6月に入ってくる給料はちょっとまずいですけどね、っていうところですけどね。でまあ何をしておったかというと、まあ仕事をして、まあね、残業も入りながらだったんで、もう帰って再編集してということなんで、もう本当にね、そのよくルーティン動画を出してほしいっていうのもあるんですけどね、あの意見もいただくんですけどね、正直言って、ね、ルーティンも下手くりもないんですよね。ほぼほぼ映せないところにいるんで、一日の、ね、大半が、仕事に行ってますし、で、ちょっとセキュリティの兼ね合い上ね、映せないところとかも家であるんで、結局、ほぼほぼ映せんなっていうので、で、帰ってきたら動画の編集をカタカタカタと、黙々とやり、ご飯を食べながら、黙々と作業し、そうすると、大体ね、残りの睡眠時間が4時間ぐらいになってくるので、もうパタッと寝て終わりなんでね、本当に 何もないんですよね、あのその動画でお伝えできるところがね、なんか凝った生活してるのかって、そんなことも全くないんでね、っていう感じでございますね。なんでもう今のでルーティン終了なんですよ。これ以上も何もないんでね、どうしたもんかなというところでね、ルーティン動画多分開けないんじゃないかなと思います。で、あとは何だろうな、何かあったっけな、何もないんだよな、っていうところですね。で、先週はそんな感じでちょっとそのテストをずっとやったりしてましたのと、資格試験の勉強をしてっていうので終わってきましたね。資格試験もね、まあ、ちょっとね、やっぱテキスト自体をね、映しながらこうね、RTA みたいな感じでやれたらなと思って、どうもね、あれね、ちょっとね、まずいよという話が出てまして、ちょっと別のね、ところでいろいろと調べたり聞いたりしとったらですね、結構他のところでもそういったテキストを映したら、そのテキストの著作権者から権利申し立てで削除バンクラブっていう、話があるらしいんで、その私が使うとして出発者さんがね、それやるところなのかどうか分かりませんけど、それはもう向こうさんがアドバンテージ持っちゃうんで、正直言って、あ、向こうさんが、気分で、やっぱこれ訴えとこうって、ちょっと思っちゃったら、あっという間にチャンネルバンっていうことになっちゃうんで、めちゃくちゃちょっと立場が良くなっちゃうんでね、ちょっと控えとこうかなというところでございますね。まあそのあたりもね、分かったらね、どこまでが OK でどこまでやるとダメなのかとかっていうのがね、明確になってきたらね、そういうようなやつをやってもいいかなと思いますけどね、ちょっとね、まあどうしても日本の法律多少グレーゾーンが多いっていうのもあったりするんですけど、ちょっと分かりにくいところが多いんで、ちょっとね、今回手控えとこうかなというか、まあニコ動のそのアップロードしたりとかっていうのにね、もう結構片手までね、10分ぐらい時間が空いた時に勉強してっていう感じでやってるんで、結構ねそのあたりもね、ちょっとなかなか、その思うようにはなかなかいかんなというところでございますね。まあフリートーク的にはそんなところかなというところですよね。で、あと何やろうかな。あ、そっか。ラインナップのね、紹介だけしとかないといけないんですよね。スターステージの方が、今週何やってんのかな。どこからだ。1週間前だから、あ、今までありがとうの動画を、ね、炎上動画を上げましたよって、炎上というか、ね、報告動画みたいな感じでやりましたけど、まあ、釣り動画ですよね。まあ、あんまり上のな数字なんであれですけど、まあ、YouTube のね、プレミアムにしちゃいましたよって言ったんで、まあね、生放送でもね、もう、ぼちぼち、アイコン映り込んでるんでね、過去の生放送見てもらうと、もう全然映り込んでます。2ヶ月ぐらい前からかな、もう、プレミアムになってるんでね、それ見てもらったら分かるかなと思うんですけど。ということで、まあ、ね、YouTube の方もね、手抜くっていうわけではなくてね、まあ、正直ね、言うとね、今ね、ちょっと YouTube の再生数がちょっとまずいことになってます。今までアベレージでデイリー300ぐらいね、持っとったのが今ね、3分の1ぐらいに減ってるんですよね。まあ簡単に言うと、エスカレーターの動画がね、全体の動画の再生の半分ぐらいで持っとったんですけど、ドーンと行った時ね、海外からのアクセスがドーンと増えて2万再生ぐらいにね、ガーンと行ったんですけど、そこからピタッと止まりました。やっぱし見事に皆さんのハートに刺さらなかったと
いうことでね、もう、一つね、ちょっとチャンス逃したかなっていうのは、まあ、正直な感じでありますよね。っていうところなんでね、まあ、ちょっとここからもう一回地道にね、ビルドアップ、していこうかなというところで、プレミア会員とかに入ってね、ちょっとね、ある程度そのスムーズにね、シームレスにできる環境を作ってね、やっていきたいと思います。まあ動画投稿自体にはね、何もプレミアム何も影響ないんですけどね、再生とかね、チェックとか、あと YouTube ミュージックね、使いたかったっていうのはね、そこの動画でも言いましたけど、あって、まあ今結構 YouTube ミュージック、やっぱ快適ですね。あっちの方が全然サクサクこう組んで、だいぶ私好みなんで、多分このまま行くんじゃないかなと思います。で、なんだろうな、あとは車移動画って言ってね、ずーっと、今週はずっと車移動だけで終わってくのか。あ、そうか。オメガ下で天理にまだたどり着かないのか、ギリギリ天理市に入るか入ってるかぐらいのところなんですね。もうあと 1,2 回で多分このシリーズが終わってだったような、何日までだったっけ、こっからまだ2回ぐらい粘るんだよな、6月の火曜日までか、火曜日までこいつのシリーズやって、まあ、そのまま続きで撮っていく、97番目のシリーズですね。まあ、これが、斬新なね、企画としてね、番を辞して持ってきます。で、これね、人気でようが出前がね、このシリーズはやってきますっていうことになってますんで、ぜひね、今後のためにね、最初のところね、見ていただけたらと思います。まあ、いろんな意味でね、うちのチャンネルに合った企画なんで、結構ね、なんて言ったらね、遊びが効くし、幅があるし、動きが、ね、画面自体の動きはないんですけど、動画の展開的にはね、読みや動きがいろいろとイレギュラーで出てくるっていうのは楽しむっていうやつなんで、まあ、うちのチャンネル的にはこういったのが合ってるかなっていうところなんでね。で、しかも、思い立った時に撮れるっていうね、休みやったらね、休みがあったメンバーを連れて来れるっていう、裏技が使える、ネタなんで、これね、ちょっとメンバーもね、今、キッシーさんね、フリーですけどね、まあ一応彼ね、就活を始めるつもりらしいんで、始めるつもり、遅いんだけどな、遅いんだけどね、一応始めるつもりっていう話は、聞いてますんで、まあ、それの兼ね合いでね、ちょっとね、なかなかすぐに連れ出すとかがね、難しくなるかもしれませんからね、一応、うち予定としては、他のメンバーとかもね、連れてくるように、ちょっと新しい企画、大型企画って言ったらいいのか、完全新企画ですね、を動かしたろうと思います。まあ、完全に水曜どうでしょうね、影響受けてるやろう、おめえというね、企画自体のね、根本はあれなんですけどね、柱がしっかりしているところはね、がっつりと乗っかるのがね、うちのチャンネルですからね。ということでね、まあ、そんな感じでやっていきますという予定なんでね、まあ、今後もね、スタッフチャンネルね、これどうしような、捨てらし、あえて、こっちで上げてみるか、ニコ動でも上げてみるか、せっかくなんでね、急にニコ動の人的にはね、そうすると、急にね、第何回なのか、ちょっと何回か忘れましたけど、今回のやつね、すごい回数が飛んでね、現れると思いますけどね、驚かないでください、気にしないでください、そういったような事情でございますということでございますね。これも日曜日の動画にね、挟み込みましょうかね、っていう感じでね、まあそんな感じで、よいしょ。やっていきたいなと思いますんでね。また今後とも、YouTube はね、チャンネル登録。で、ニコ動の場合はね、いいねとか、コメント、フォローね、いただけると助かります。ということでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今回のね、ステラジオはね、これぐらいで締めたいと思います。なんかいろんなコーナーとかあったと思いますけど、すいません、もうそんなの何も準備できてないし、まだ今から、がっつりと、その日曜日に向けての仕込み作業をね、行わないといけないんでね、これぐらいで、締めたいと思います。これ、とりあえず軽く編集しないといけないじゃん。いけねえ、それだけさっとやってやりましょう。ということで、これぐらいで動画ね、出させてるプレゼント、ライブトークブログでも出て、レディオショー、捨てらしね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。